肉肉肉肉ニンニン肉肉肉肉ニンニン肉肉編ということで、はい、やっぱりランクインした、番外編なんでランクインしなかった曲じゃないですか、うん、した曲っていうのはやっぱり皆さんがよく聞く主要曲というか、そうだよね、やっぱよく聞くからランクインしてると思うんですよ、うんうんうん、でもそのあんまり聞かない曲でもやっぱめちゃめちゃいい曲いっぱいあるんで、あるね、だから今日その披露した曲がもしかしたら来年の時には入ってる曲もあるかもしれないですし、うん、そうだからなんかなんていうんですかね、隠れ名曲というか、そうだね、そういう曲がたくさん詰まった声になるのかなって思うので、すごい今日は楽しみです。一日頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。ということでさやかもさっき言ってくれたけどね、はい、ほんと隠れ名曲めちゃめちゃあると思ってやりたいって思った公演なので、今日は本当に普段はなかなか聴けないような楽曲をみんな噛みしめて楽しんで、そして早速雪が降ってきた、すごい降ってきたんですけど、またこの後も降る予定なので、はい、ぜひ楽しみに今日はいろんな場面でアイドル教室のライブ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。今日の構成、さすが堀さんだなって感じの、もう本当にスパルタ公演ですね。いや、スパルタ本当に追い込みが激しいですね。激しい、急に今週の 2,3 日で16曲やれと言われやれと言われ頑張りましたけど、でも今日も朝から笑顔でみんなで、ね、今日も2曲追加されてね、朝から昨日できなかった曲を今日の朝やったんですよ。そう、はい、そうですね。でもね、はい、いいもの見せよ。いや、本当そうです。とにかく今日は、はい、どんなことがあっても自信を持ってやるっていうのを僕が、いや、本当そうですよ、もうとにかくやるしかないです。いいんです、どうなってもとりあえず楽しんでやろうって私は思って、ね、いや、本当それが大事ですよそうです、はい、なのでね、まあ良いパフォーマンスを見せたいんですけども、はい、楽しむことが一番のパフォーマンスだと思うので、うん、今日は一緒にみんなでいっぱい楽しんで盛り上がっていきたいと思います、はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。きらめく瞳と少しのため息を混ぜ混ぜしながら一生懸命歩く、この先いろいろあると思うけれど
Yeah.
からチューされました。いやーやめよ、そういう人だったんだ。そういう人だったんだ。めちゃめちゃ恥ずかしかったですね。はい、ちっちゃい。最初雪が出ませんでした。出ました。はい、出たね。出ました。でも、はい、よかったです。はい、たくさんのフォーメーションを覚えてほとんど完璧にできました。本当か。ほとんどほとんどできました。はい、
日はね16曲やったんですけど、全部番号も位置も全部覚えて完璧にできました。じゃあめっちゃ見ますよ、ホリさんの。やめてよ、やめて。やだ、もうほんと楽しくできました。はい、ありがとうございます。どうしたんですか。ちょっと待って、百年花火を歌ったことが確かに嬉しかったんで、瀬戸りに入れてくれてありがとう。ダンスとどうした、フォーメーションはどうした、完璧にできました。しかし、でも、かっこよく移動できました。そうですね、かっこよくゆっくりと、やっぱセンターマンで堂々と楽しみきゃいけないので、ちょっと遅れてみて、ちゃんと手がね、ゆっくりやる。ファンの方がめっちゃ堂々としてるやんって。はい、ということでした。楽しいライブになりました。